墳墓協会の窓にかけられた不動の柱不動の柱とはエルサレムの旧市街にある聖墳墓協会の窓にかけられた木製の柱である。ここに柱がかけられた時期や権威は明らかでないが、一説にはオスマントルコが教会を出入りするたびに聖職者から税金を徴収していた時代にバルコニーを所有していたとされるアルメニア首都教会の僧侶が窓から降りて、 新鮮な空気を吸ったり、そこで野菜を育てたりするためのはしごであったという。1834年のスティールエングレービング。正門の上にある右側の窓にはしごが描かれている、聖地であるゴルゴダの丘があったとされる場所に立つ、聖墳墓,墓教会は、様々なキリスト教派が激しくその管理権を争っていた。1852年に、オスマントルコが下したステータスのの下 教派ごとに礼拝できる曜日や掃除できる場所、用具を置いて良い位置などが厳密に定められ、変更は認められなくなった。その原則はこの梯子にも及び、事実上どの教派の聖職者も動かすことができなかった。木の梯子が朽ちると、また新たな梯子が代わりに、この場所に置かれ、不動の梯子は150年以上にわたってその現状を維持したのである。ありがとうございます。